シーズン終盤に入り、タイトル争いがさらに白熱する全日本スーパーバイク。第7戦鈴川、吉川亮、伊藤による3メーカー三つどもえのトップ争いとなった。亮のアタックを抑え切った吉川が今季2勝目を挙げ、伊藤はゴール直前に亮をかわし2位でチェッカー。吉川とタイトルを争う北川は5位でフィニッシュした。2勝目を挙げた吉川がついにランキングトップに浮上。しかし北川との差はわずかに2ポイント。残るは3戦。吉川と北川の2度目の全日本タイトルをかけた戦いがいよいよクライマックスを迎える。迎えた第8戦つくば。決勝前日の土曜日は時折小雨がぱらつくも、ドライコンディションの下で予選が行われた。川崎の竹石慎也は第3戦つくばのセッティングで予選に臨み、見事にトップタイムをマーク。第2戦スゴ以来、今季2度目のポールポジションを獲得した。僅差で竹石に続いたのはヤマハの吉川航。前回鈴鹿でランキングトップに浮上した吉川は、ここつくばでもテストから好調を維持している。続く3番手は吉川を2ポイント差で追う立場となった鈴木の北川圭一。タイトルを争う2人が予選から火花を散らす。そして4番手には両明が続き、フロントローには好調の鈴木勢が2台並ぶ。吉川君から両君に持ってかれるだろうなとは思ったんですけど、まあ運よく逃れましたね、ギリギリ。まあ今年はっきり言っていい成績で走れてないし、自分でも気持ちいい感じで一つのレースもこなせてないんで、まあここは前もいい感じで走れたとこなんでね、もう小さいこと考えずにガンガン行くしかないんですけども、難しいですね。頑張ります。まあ今回入っても結構調子いいんで、まあ、ただちょっと一発のタイムは最後出せなかったんで、まあ、でもコンスタントにそこそこいいタイムで刻めるんで、結構自分でも不思議と乗れてるんで、まあ、転倒とはまあ紙一重なんで、まあ、さらに自分でもこう気を引き締めて、まだまだね、誰が勝ってもおかしくないし、間に、ね、誰が入ってきてもおかしくない感じなんで、まあ、あんまり気にしないで、とにかく自分のレースをしっかりするっていうことを心がけてやってます。タイトル争いに関してはね、もうね、あの逆転されたんで、あとはもう行けるだけ行くしかないかなって感じですね。前回の鈴鹿がね、全然良くなかったんでね、ちょっと優勝もね、第3戦以来してないんでね、ここのね、また筑波で勝ちたいなと思ってるんですけど、鈴木の中でのね、争いも結構あるんで、まあ、ちょっとね、最近寮に行かれてるんでね、まあ、ここらでちょっと行っとかないと2台の鈴木勢に続く5番手は川崎の芹沢玉城。第3戦つくばはマシントラブルで12位に終わっているだけに、今回はその雪辱戦となる。ホンダの伊藤慎一はセカンドロー6番手。今季2勝を挙げながらも2度のノーポイントが響き、現在のランキングは3位。吉川と北川からやや離されてしまったが、残りの3戦でとにかく優勝だけを狙う。吉川君がいいですよね、やっぱり、うん、7秒台で安定して走ってますんで、こっちはもう全力で走ってなんとかついていくって状況ですから、ポイントはちょっと離れちゃってるんで、あまり考えないで、とにかくその得意なサーキット、まあこの筑波もそうですし、あとは TI 茂木ですかね、そこは得意なんで、ぜひ勝ちたいですよ ね。本当にもうあまり相手のことを考えないで、もう自分の持てる力を精一杯出し切って、うん、なんとか頑張ります。はい。明けて決勝当日は9月下旬とは思えない蒸し暑さとなった。そんな中、筑波サーキットには1万1000の観衆が詰めかけ、いよいよスーパーバイクは30周の決勝レースを迎える。筑波サーキットの場合、スターティンググリッドは4台の列と3台の列が交互に並ぶ。前日の予選ではポールポジションの竹石から3列目9番手の玉田誠までが57秒台をマーク。今回もスーパーバイクは激しい混戦が予想される。5月にここ筑波で行われた第3戦では、竹石、吉川、北川の3人がトップ争いを展開。ファイナルラップにトップを奪った北川が今季初優勝を挙げている。あれから4ヶ月、タイトル争いの主役となった2人にとって、今回の筑波ラウンドは重要な意味を持つ一戦となる。全日本ロードレース第8戦スーパーバイク決勝スタート。周回は30周。コースタートを決めたのは北川と亮の鈴木勢。
2台の川崎勢に続く5位に伊藤、やや出遅れた吉川は第1ヘアピンで鈴木の渡辺篤史に先行を許し、7位からの追い上げを強いられる。序盤から快調に飛ばす北川とこれを追う亮と武石までの3台がトップグループを形成。伊藤は3周目の1コーナーで芹沢をパス。4位に浮上した伊藤はトップグループとの差を縮め始める。10周目を過ぎると柔らかめのタイヤを選択した武石が徐々に後退、そして後方集団を抜け出した吉川が武石と伊藤の背後に迫る。北川亮のトップ2は安定したハイペースをキープ。北川とタイトルを争う吉川はこれを逃すまいと13周目に伊藤をパス。そのままの勢いで武石を猛然とプッシュする。吉川は14周目の1コーナーで武石をパス。ようやく3位に浮上した吉川は前を行く2台の鈴木勢の追撃に移る。レース中盤15周目、3位の吉川がトップ2台に急接近。伊藤は武石を激しく攻め立てる。約6秒後方では渡辺篤史を先頭に芹沢、玉木、亀谷長寿、玉田誠の4台が6位争いを展開。その後方には相和隆弘、武田雄一、辻村武史の3台が続く。一方3位の吉川は2台の鈴木勢の真後ろに迫る。後方では伊藤が武石をパス。ここからレース後半のトップ争いが白熱する。テールトゥーノーズとなった3台のトップ争いは北川亮、吉川の順で周回を重ねていく。なんとしても鈴木のワントゥーフィニッシュを阻みたい吉川だが、ここまでの激しい追い上げで思いのほかタイヤを消耗。そしてスタートから全力でトップを守り続けた北川にも同じことが言えた。レースは間もなく20周目を終えて21周目に突入。ここでトップ争いに動きが出る。最終コーナー立ち上がりで吉川が周回遅れのマシンと接触。このマシンがホームストレートで転倒。なんとか体勢を立て直した吉川はトップ2台の追撃を続投する。そして1コーナーでは亮が北川をパス。ここまでの20周、北川の背後でチャンスを伺っていた亮は一気にスタートを開始する。絶妙のタイミングでスパートをかけた亮は後続の2台を引き離していく。北川と吉川はタイヤの消耗でこれ以上ペースアップできない。さらに次々と周回遅れのマシンが現れ、北川と吉川は亮の追撃を断念。その背後には4位の伊藤が迫る。後続に 3.6 秒の差をつけた亮はいよいよファイナルラップに突入。その後方タイトルを争う2人の戦いは北川が2位の座を死守、吉川はなおも懸命にアタックを試みる。そして4位の伊藤も最後まで諦めない。吉川は最後のバックストレッチで北川の真後ろに迫る。しかし北川も譲らず、2位争いは北川吉川の順で最終コーナーへ。
トップでチェッカーを受けた亮は今季3勝目をマーク。注目の2位争いは北川が吉川の追撃を振り切り、今季3度目の鈴木ワントゥーフィニッシュ。表彰台は第6戦菅生と同じメンバーとなった。以下伊藤は4位、ポールスタートの竹石は5位でレースを終えた。北川さんとかね、吉川選手の仕上がりもすごい抜群だったんでね、ちょっとどういうレースになるかもう見当もつかなかったんですけど、まあ出たとこ勝負でもなんとか優勝できました。ここに来てタイトルを争う2人が同ポイントで並び、3勝目を挙げた亮が21ポイント差のランキング3位に浮上。スーパーバイクのタイトル争いはさらに先が読めない展開となった。俺は後半逃げれるなと思ったら僕の方が体当たれちゃって、ね、ちょっと、ね、置いていかれたんですけど、まあ、ちょっと残念ですけど、まあ、スタートがあまりにも悪かったのが特に筑波では敗因ですね。まあ、いいレース、ね、あの最終戦までね、チャンピオン争いもつれると思うんで、いいレースしたいですね。とりあえずこれが3人4人にならないようにこの2人であの決めたいと。1対1の方が楽ですから頑張ります。次回第9戦の舞台は岡山県 TI サーキット愛田。年に一度の舞台でタイトル争いの主導権を握るのは果たして誰か。1999年全日本ロードレースは残すところあと2戦。